土地さんが手伝ってほしいって言ったので広島に来ました。土地さんいないですね。土地さんに会えませんでした。スーパーカブのレッグシールドを磨いたが、心が折れたので B 級チェーンカバーでもつけてみます。こんにちは旦那です。仕事終わりにカブを見るとレッグシールドが汚れています。ちょっと磨いてみようかな。ピカピカは正義です。ワクワクすっとー。仕事が早く終わったのでカブのお掃除をしましょう。あちこち汚れて、サビも浮いていますね。おばあちゃんから譲り受けたからには、できるだけ綺麗に乗りたいです。性格上難しいですが、旦那は基本的に掃除が苦手です。レッグシールドが汚れているなぁ。ピカールで磨いたら白くなるかな。まずは試してみましょう。白くはなりませんか。とりあえず汚れは落ちます。結構ピカっているのでは。いい感じになるかもしれないですね。磨くのにカメラが邪魔です。ようつべに動画を投稿するにあたりカメラが邪魔なんて根本的に間違えています。磨き作業に入ると集中しちゃうので、いつも撮影を忘れてしまいますが、笑って許してください。いい感じにピカってきました。左側が綺麗になったので、真ん中の小汚いところをやってみようかな。なぜこんなに汚れているのでしょう。ベトナムキャリアの隙間を攻めてみます。指でグリグリしちゃいましょう。あまり綺麗にならないな。ベトナムキャリアが邪魔ですね。今日は時間ないんだよねー。 USB チャージャーを外してベトナムキャリアを止めているボルトを外します。ついついボルトを全部緩めました。レッグシールド分離。いますね。キャブにアクセスするカバーはカビているのかな。左側はピカピカになっていますね。裏側はめっちゃ汚れています。カバーを外して、あら、爪が折れちゃいました。このカバー再利用できるかな。プラグのところの丸いカバーは結構綺麗になりました。
びているっぽいキャブのカバー。表面に細かなひびが入っていて、全然綺麗になりません。裏側も汚いな。割れている。これはゴミかな。でも一応きれいにしておきましょう。一応表面はツルツルっぽくなりました。レッグシールド本体は磨くところが多すぎですね。なぜかスカールがすぐに乾きます。灯油成分がレッグシールドに染みているのかな。多めにスカールを使いましょう。しかし現状かなりの汚れ具合なので、本日の作業でピカピカに仕上げることは不可能ですね。もうすぐ日が暮れます。日が暮れての作業は家庭の事情でできません。奥様と約束しちゃっています。それでも時間ギリギリまでやってみたいです。一応ツルツルし始めましたが、なりません。時間を気にして心が折れました。ところで前日登場道に始めていき、 B 級品のチェーンカバーを見つけました。 B 級の理由はここに傷とへこみがあるそうです。使えば傷がつくので、これは旦那にとってお買い得商品だと判断しました。ノーマルのカバーを外して、ブーチェーンもスプロケも錆びています。そこは目をつぶり新しいチェーンカバーをつけてみます。止めていたネジは長さが2種類ありました。ここは長い方を使用します。前側は短いビスを使います。緩めたリアショックを固定して、まあなんということでしょう。カブのリア周りがすっきりした気がします。これがプラシーボ効果ってやつですね。いやいや本当にすっきりとかっこいいですよね。レッグシールドって思ったよりも白くなりません。おかしいなぁ。他の人の家具を見ていると、
みんな真っ白なのに、これはもしかしたら、旦那の株はもともとベージュなのかな？また改めて磨いてみます。ワクワクすっぞー。チェーンカバー気に入りました。次回予告。愛用のボロボロな丸ノコ。